はい、皆さんおはようございます。ジョーです。今日は4月の29日木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、昨晩はですね、なんといっても FOMC の発表が、発表というか声明文がですね、発表されたんですけれども、中身に関しては予想通りというところでサプライズなしだったんじゃないでしょうか。株式市場も債券も為替もですね、ほとんど動きもなくて、ほぼ指数もフラットのような状況でした。ただその中で決算がいろいろ出てきているというところもありますし、あとはですね、小型株に関しては若干底を打ってしっかり戻ってきそうな銘柄も徐々に出てきているんじゃないかなと思っています。特にですね、僕が注目しているのはここ最近の、製品に対してですね、承認を得たりですとか、非常にポジティブな製品に対して意見を受けているバイオの銘柄なんかですね、ここ最近しっかりと底を打ったような動きもしてきているので、このあたりはですね、今後強い反転が見られる可能性っていうのもあるんではないかなと思っています。それ以外の銘柄に関しても、底打ち感っていうのは若干出てきてはいますけれども、今後、引き続きですね、方向感が出てくるのか、もしくはレンジなのか、もしくはまた下に行くのか、この辺ちょっとわからない銘柄もあるので、そのあたりはですね、銘柄ごとに、しっかりと特性と、現在の状況っていうのを見極めながら投資をしていきたいなと。思っています。果敢にですね、今入ってくるのも非常にいいとは思うんですけれども、経済状況ですとか、あとは見通しもですね、なかなか立たない中、今そんなに積極的に買いのフローが入っているっていうような感じでもないですよね。Google も非常にいい決算出したんですけれども、昨晩、徐々に時間が経つにつれて売られていってしまって、最終的に 2% ちょっとぐらいの上昇に収まってしまったので、非常に高決算を出した銘柄でもなかなかパフォーマンスを維持するのが難しいような今状況に市場としてはあるんではないかなと思っています。一緒にじゃあ指数見ていきたいと思うんですけれども、ダウはですね、マイナスの 0.48%、 S&P はマイナスの 0.08%、 ナスダックはマイナスの 0.28%、 ラッセル2000に関してはプラスの 0.13% となっていました。米国の10年債の金利なんですけれども 1.61 というところまでここ最近は戻ってきています。今後ですね、さらに金利が上昇するんではないかというようなことで、そっち側のポジションにですね、一部機関投資家トレーダーがですね、ポジションを取ってるんじゃないかなんて話も先日ちょっと耳にしました。なので今後は金利上昇の方向で一旦また見ていてもいいんじゃないかなと思ってます。なんでそれに対して比較的耐性が強いような銘柄も仕込んでおくといいのかなと思いますし、テック関係で何か持っていたいというんであれば、やはりですね、メガテックの、あたりがですね、中心になるんではないかなと思っています。あと昨晩ですね、セクターを見てみると、ほとんど、どこも変わらないような状況ではあったんですけれども、唯一、大きく上昇していたのがですね、エネルギー関連の銘柄ですね。これニュースとしてはですね、ゴールドマンサックスが、今後現在ですね、63ドルとか、そういった、原油の価格が80ドルまで上がるんじゃないかというふうに、レポートを出していました。でこれの、ロジックなんですけども、今後ですね、人々がいろんなところに出かけたりとかですね、そういったとこによって、例えば飛行機もそうですし、どんどん経済活動が活発になってくると、そういうことになると、やはりですね、原油価格が大きく、原油需要がですね、非常に高まってくることから原油の価格が上がるんではないかというような、ロジックがあるということですので、そういったところに反応をして株式市場は上昇していました。ただし先物市場に関してのこの原油の価格はほとんど動いてなかったので、ちょっとこれが今後も継続的にこういった株価が維持されるかどうかっていうのは、少し疑問かなと個人的には思っています。一過性の動きになってしまう可能性の方が今のところは、まだあるんではないかなと思っていますし、実際に今後本当に経済が活発していくことで、これらの原油の、価格が上がってくればいいんですけども、現在のこの60何ドルとかっていう水準もある程度そういったところは織り込んでるんじゃないかなと僕は個人的には思っているので、このエネルギー関連一旦ちょっと上がってますが、今日以降ですね、どうなってるか、注目していきたいなと思っています。あとセクターで言うと非常に力強いのがやはり、金融関連っていうのはあるかなと思っています。今後もやはりですね、一時的ではあるかもしれませんが、物価の上昇をですね、今年来年っていうのが、今予期されてますけれども、そういったところに、
沿ってですね、金利も上昇していくというようなことも予想されていますし、経済が確実に良くなっているというところで、彼らがですね、現在貸し出しをしているローンというのもしっかりと、戻ってくるでしょうと、貸し倒れ引き当て金みたいな形で、その返せない人たちというのがどんどん減ってくるということが予想されますので、金融株に関しては、少し長い目で見てもかなりしっかりとパフォーマンスを出していくんじゃないかなと思っています。ニュース一緒に見ていきたいと思うんですけれども、昨晩はですね、まずは FRB の中身を見ていきたいと思います。経済の力強い回復に関してはもう一度再確認をして、金融緩和の縮小に関しても、こういった議論をすること自体が時期尚早ということで、ほとんど先月と同じようなコメントですね。中身に関しては、心配するようなところはあまりなく、テーパリングに関しても全く議論されていないというような状況ではあります。ただし、一つ改善されているポイントがあるとすると、コロナに対してのリスクの感じ方っていうのは若干、そのニュアンス的に若干弱まってきてるんではないかなと思ってます。以前はですね、このコロナの感染拡大ですとか、そういったところが非常に大きなリスクだというふうに言ってはいたんですが、今回はですね、コロナの感染拡大ですとか、そのあたりのリスクがまだ引き続き残っているのような、そういった日本語に訳すと表現になっていたので、このあたりはですね、経済の活動活発化に向けて、徐々に盤石な体制に整ってきているんではないかなと思っています。あとはですね、こういった声明を受けて、マーケットとしては、2023年の3月時点、この序盤の利上げはもうほぼ 100% 今織り込んでいて、その先、その手前の時期ですね。で、今2022年の12月の利上げっていうのを、ほぼ 90% 今織り込んでいるというような状況に今なってます。これはですね、先物市場で、金利をどういうふうに予想するかっていう、ものがあるんですけども、そこの質を見てみると、こういった今ような状況になってるんですね。いわゆるユーロドルの先物っていうふうに言われてるんですが、今これを見ると2022年の12月を今、織り込まれているというような状況ですね。なので、こういったところを見てみると、来年の初旬とかそういったところからテーパリングに関しての、積極的な議論ですとか引き上げっていうのが起こってくる可能性があるかもしれない。そうすると、早いとですね、今年の年末ぐらいに何かしらのサインが出てくる可能性があるんじゃないかっていう、予測にはなりますよね。そういったところを考えると、今後金利が上昇してくることで、一部の銘柄、全体かもしれませんが、若干株式市場としては買いづらい状況になってくる可能性は、予想はされるかなというようなところですかね。このあたりはまだちょっと状況を見てというところではあるんですけれども、そういったところは気をつけていきたいなと思っています。はい。あとはですね、ヨーロッパの方からニュースなんですけれども、EU の現在調査によるとですね、中国とロシアが現在接種が進んでいるワクチンに対して非常に効き目が悪いとか、あとはですね、副作用があるみたいなデマ情報を流して、ロシアと中国が作ったワクチンを接種してもらえるように、そういった情報をたくさん流していますよというようなニュースが出ていました。で、これもちろんロシアと中国は否定はしているんですけれども、こういったところの報告書がですね、 EU という本当国というか欧州連合の方から出てきているので、今後どういった対応がされるかっていうのは、注目をしていきたいなと思ってます。やはりこういった内容が出てくるとですね、さらに、ヨーロッパ、アメリカもそうですけれども、対中国という意味では、さらに、厳しい対応が取られる可能性があるので、こういったニュースが出てくると、中国株に関連した、投資のセンチメントが冷える可能性があるので、気をつけてはいきたいなと思っています。はい。あとは、決算。本当に昨日は、注目決算たくさん出てきましたけれども、アップルはですね、予想を、売上利益揃って市場予想を上回ってますし、あとは、株式のバイバック、自社株買いと、あと配当の 7% ですかね、引き上げっていうのを発表しました。で、iPhone ですとか、あとは、Mac、iPad、それぞれの製品に関しては予想を上回るような水準も出していましたし、あとはですね、課金サービスの、参加者っていうのもどんどん伸びていて、かつ中国での今ビジネスの拡大もさらに伸び率がアップしているというところで、全く打ちどころがないような決算が出てきていました。これを受けてですね、
アフターで 3% ぐらい株式が今上がっているというような状況です。まあ、かなり盤石な決算でしたね。まあ、Google もそうですけれども、やはり GAFAM に関しては非常に決算を見ても、かなり計算できる銘柄としてポートフォリオに組み入れていくっていうのは、まあ、一ついいんじゃないかなと思ってます。ただし、まあ、僕はなかなかここ最近の Apple の業績見ると、まあ、そんなになんていうんですかね、大きく伸びるっていうような、まあ、イメージがあまり僕はないので、まあ、この GAFAM の中で言うとやっぱり Google とか、まあ、そのあたりが僕はいいなと思っています。ただし、まあ、こういった形で配当金の引き上げですとか、やっぱり業績は本当にものすごい安定していて、大崩れすることがないので、まあ、キャッシュとして、もしくは、まあ、債券みたいな位置づけとして、ポートフォリオに入れておくというのは、非常にいいんではないかなと思っています。やはり下落の局面でも非常に強いので、僕も今後タイミングを見て、入れていくかどうかっていうのは検討したいなと思っています。まあ、続いて Facebook なんですけれども、こちらもですね、予想を、大きく上回る決算となっていました。時間外でもですね、約 5% ぐらい上昇していたんですけれども、まあ、今後ですね、Apple が、まあ、広告を、なんていうんですかね、まあ、規制というか、個人情報の取り扱いに対して、かなり厳しい規制を今後ですね、課していくということから、まあ、Facebook の、まあ、広告の収入っていうのが大きく減るんじゃないかというような発表を、まあ、Facebook 自体がしていました。ただし、それに対しては、マーケットはそんなに、まあ、まだまだ危惧をしていなくて、実際にどれぐらい落ちるかわからないので、今後はその様子を見ていきたいというような今状況かなと思っています。で、実際にアクティブユーザーとかもですね、増えてはいっているので、こういったところを見ると、まあ、アクティブユーザーの増加と、まあ、その広告収入の減というところが、まあ、オフセットされる可能性っていうのもなきにしもあらずなんじゃないかなと思うので、このあたりはしっかりと状況を見ていきたいなと思っています。はい、次はですね、ピンタレストなんですけども、非常に決算良かったんですが、ですね、このアクティブユーザーっていうんですかね、月間アクティブユーザーの、伸びが非常に今鈍化してきて、まあ、非常に鈍化っていうか、前期は伸び率 37% だったんですが、まあ、今回は、前年期、この期で前年同期比で 30% しか増加しなかったと、どんだけ厳しい見方してんだよって感じですけど、まあそうなってしまったことで、約 15% ぐらいですかね、下落していました。で、第2四半期のですね、この月間アクティブユーザーの伸び率は前年同期比で 10% 台半ばになってしまうことから、これも非常にすごいいい伸びだと思うんですが、やはりですね、この伸びの鈍化っていうところも非常にマーケットとしては危惧しているということから、売りが大きく入ったんじゃないかなと思っています。で、ピンタレスト業績は非常にいいんですけれども、今後じゃあここを積極的に買いに行くかどうかっていうところは、やはりですね、コロナが今まであって家の中にいたりとか、パソコン携帯使うことが多かったと思うんですが、今後やっぱり外に出てアクティブになればなるほど使用率は減るので、経済が良くなれば良くなるほど、ちょっと厳しいような見方にさらされる可能性はあるんじゃないかなと思っています。まあ、引き続き注視ですけれども、まあ、ディップで買うようなことよりも、まあ、決算が良かったところを積極的に資金を振っていくような動きをしていきたいなと思うので、まあ、一旦、まあ、僕は持ってないんですけども、ちょっとここ最近非常に業績良かったので注目はしていたんですが、まあ、一旦ちょっとウォッチリストからは外そうかなと思っています。はい。まあ、他にもですね、いろいろ決算出てきていて、まあ、非常に、ショッピファイですかね、非常にいい決算で、まあ、動きも良かったんじゃないかなと、思っています。昨日、株価もですね、11% ぐらい上昇していましたし、まあ、この命運が、非常に分かれた決算だったんではないかなと思っています。引き続き方向感のない、相場が継続するような今状況ではあるんですけれども、まあ、今でこそ本当に業績が良くて今後も伸びしろがいいような銘柄を中心に、まあ、今資金をしっかりと振っていくような今状況なんじゃないかなと、思っています。あまりその反転とかなんかその見通しが今後良くなるだろうっていうよりも、まあ、今この時点で非常にいい見通しが出せているところに、まあ、資金を確実に振ってリターンを出していくというような今相場なんじゃないかなと思っています。はい、今日からですね、日本はゴールデンウィークと言っていいんでしょうか、大型連休に入りますけれども、まあ、少し初日は天気があまり良くないので、まあ、スローな動き出しかなと思うんですが、緊急事態宣言もですね、東京の方では、まあ、出ていますし、なかなか出づらいような環境になってますけれども、まあ、少しでもですね、リラックスして、
このお休み過ごしていただけたらなと思っています。引き続き毎日ですね、皆さんに情報発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まだの方はチャンネル登録をお願いしたいですし、あとはですねグッドボタンもいつも押していただけるとチャンネルのサポートになりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。